ビズ皆さん、こんにちは。パトリック・ハーランです。国際経済をテーマにした Web 番組「世界経済・ World Economy でございます。よろしくお願いします。さあ、突然ですが、ここでクイズです。この2つ、スマートフォンと LED 電球の共通点とは何でしょうか正解は半導体です。もちろん、この2つの他に家電とか電気自動車、 電車など、まあ、生活のあり得る場面に我々がお世話になっているものに半導体が入っているんですよ近年ではリモートワークの社会のシフトも後押しとなりその需要が右肩上がりこっちか長らく半導体不足が和めかれたんですけどここでにきてようやく供給体制も整いつつあるようですこれからますます成長が期待されるこの半導体産業なんですけど日本は この流れに乗ることができるかどうか、そこでご覧ください。これは半導体生産高です。日本は90年頃にはアメリカを抜き、世界トップになったんですが、今では10%を割り込むところまで下がっております。ここから日本の半導体産業は、復権のシナリオ描かれますか 今回は日本の半導体産業の未来は〇〇〇と題してこの〇〇〇に入る部分を皆さんと一緒に考えてまいりたいと思いますそれでは早速今回のゲストをご紹介しましょうお一人目はイギリスの調査会社オンディアのコンサルティングディレクター杉山和弘さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてお二人目は株式会社レズナックホールディングス CSO 最高戦略責任者真岡 ともみつさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまず杉山さんにお伺いしたいんですけど、日本の半導体産業はなぜこんなに遅れを取ってるんですか。はい。一つ目は、えー、日米半導体協定。やっぱり1980年代に日本の半導体は世界シェアナンバーワン。アメリカとしては、えー、半導体を叩きたいというところで、うんえー、日本の半導体産業に対して厳しい制約、えー、貿易 条約をつけてきましたその当時日本は、えー、半導体海外製の半導体っていうのは、うん、10%ぐらい全体の割使ってなかったんですが<お>そこを20%まで、えー、採用するようにということで買わされてしまったということがあります。うん、日本では、えー、NEC え日立東芝といった強いメーカーがあって、うん、やっぱその3社等でダンピングしていたんではないかとやっぱ価格コントロールですよね価格に対しても、えー、アメリカ側から圧力をかけられ、うん、コントロールできなくなってしまったっ。いう中で台湾 えー、韓国こういった企業が、うんえー、政府の援助を受けてどんどん力をつけてきたというのが一つだと思っています二つ目が市場がどんどんんななくっっていった、うん、当時1980年代90年代世界でですね、まあ、白物家電黒物家電、うん、あとは、まあ、日本で有名なファミリーコンピューターですね任天、うん、堂のそういったところが電気機器市場を牽引していて、まあ、日本はそこが強かった。それが徐々にです、ね、パソコンであったり スマートフォンっていう方に、えー、アプリケーションが変わっていく中で日本以外でスマートフォンパソコンの需要が出てきてやっぱ海外展開っていうところの市場がうまくキャッチアップできなかったこういったものが原因だと思っておりますなるほど真岡さんの意見をぜひ聞きたいと思います。かかつててて世世界界トップが今世界10以下のシェアしか取っなないそそうですねあのそれ自体はととも残念なこと、うん いいう,うに思っていますかつてのその1980特に1 9年代ですね、うん、の日本の半導体っていうのはすごく強く育てられたとそのメインユーザーがどん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 その国外に散ってしまったという中で,うで、ね、じゃあ何を作ればいいかわからないどういうふうに作っていったらわからない、うん、その間に、まあ、アメリカの半導体メーカーしかり、えー、しかる後にはですね韓国のメーカーしかりまあいろんなメーカーがどん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 ,どんそこに入っていって、まあ、結果として えー、シェアが下がっていくシェアが下がっていくと生産のための設備投資がなかなか難しくなる、うん、そうするとまたその製品開発競争に遅れていくこれが悪循環として回っていったとっいうまあそういうことなのかなというふうに思っています、ね、今の半導体の産業のその実態をどう見えてますか半導体には、えー、材料が不可欠です、えー、日本はですね半導体材料の中では非常に高いマーケットシェアを持っています これはですね半導体を作るためには日本の技術が不可欠であるというふうに断言できると思います。ということでこれについての強みも後ほどもう少し詳しく教えていただきたいんですけど皆ささんこれを見てください半導体自宅製造最大手台湾の TSMC は過去10年で株式時価総額がおよそ10倍アメリカの大手エヌビ i アはおよそ60倍にも暴頭してます。 半導体産業が世界経済に与える影響はどこまで大きくなっていくのかお二人の見解を教えていただきましょうまず杉山さんどうなんですか、はい、やはり半導体市場業界というのはユニークな市場でして、うん、ずっと右肩上がりで成長してきている今2022年時点で大体60兆円ぐらいの市場規模になっております。で2030 100年には100兆円 というような規模に、うんえー、成長するというふうに見ている中で、まあ、2000年代、われわれの生活はやっぱりパソコン、うん、スマートフォンこういった個人消費ですね、うん、個人のユーザーが、えー、商品を買うことによって、えー、市場を牽引してきていく今後はデジタルトランスフォーメーション DX グリーントランスフォーメーション、うん、GX、うん、この2つが、えー、キーになってくると。 この GX、DX については今までの個人消費だけではなく国による投資ですので個人プラス政府の投資というところで今後さらなる成長100兆円を目指していくような市場に伸びていくというふうに見ていましてコロナ以降各国日本政府も半導体デジタル戦略というものを立ててですね毎年 兆兆円1兆円と投資してきてます、うん、でそこに対してアメリカもチップス法法といいう法律をを決め、えー、7兆円ぐらいの投資を準備してます、うん、世界各国やっぱ半導体が、えー、重要戦略物資、うん、まあ国家安全保障的なところも重要だという見方が出てきてますので、えー、かなり、えー、大きな影響を与えていくんではないかなというふうに見ております。なるほどということはニーズが高まりその需要増がありさらには政府の後押しがあって 世界各国で供給増も見えると、はい、その中で日本がやっていけるかどうかですよね。まあ、岡さんはどう見えてますか、はい、半導体の,その経済に与える影響という観点で申し上げますと、うん、一番近いタイミングで起こった出来事といえば、うんあの、コロナ、パンデミックの間に、はいえー、自動車の生産ができないと、えーうん、いうことが、まあ、たくさんニュースで取り上げられたかなというふうに思います。半導体不足で まさにおっしゃる通りですね、うん、あの時に半導体供給が逼迫した結果として、えーまあ、車が作れないということになりその結果として、えー、多くの人がえ半導体って何ですかなんでそんなに作れないんですか <laughs> そんなの工場を作ったらいいじゃないですかみたいなことをいろいろ議論したと思うんですけれどもそれがあの学べば学ぶほどすごく難しいものだということを皆さんが理解し始めたんですね。ね、うん、じゃあ政府とししててこれだけ投資をして えー、自国内にちゃんと供給網を作らないとまずいと、うん、それだけ各政府もです、ねえー、経済に大きな影響を与えうる製品であるということを、うんまあ、強く認識しているというところかなと思いますでは、国としての半導体業界に対する取り組み、さっき世界中の後押しの話がありましたけど、はい、国家戦略、これについては<っ>今、日本のはいかかがでしょうか杉山さん、はいえー。まず最初に2021年6月に年月、うん まあ、半導体デジタル産業戦略というものを打ち出してます、うん、えその中で日本の半導体の育成に対するプランが、うんえー、記載されておりますでそれが最近今年の6月に改定されて、うん、半導体デジタル情報戦略というふうに変わってます<お>やはり DXGX っていうのが推進される中で、うん、やっぱりそれに対するインフラ投資っていうのに、えー、日本は、えー、重きを置いていく。うん でその中で半導体は重要な計算基盤の一つとして考えられているというのが今現状だと思ってますじゃあその中で日本の半導体戦略何か課題とかありますか、えー、中でもやはり私が考える一番の課題っていうのは人材育成が重要だと思ってます<ー>主要な人たちはやはり30年前、えー、働いていた方50歳以上の方がメインになってますので今若い方ですね 大学生、大学を卒業した若手、うん、そういったところをいかに育成していくかっていうところが重要なポイントだというふうに思っております真岡さんはこの政府の戦略とその彼らについてどうか感じてますか私もです、ね、杉山さんと同じで、人材のところは最大の課題だろうというふうに思っています。1980年からまあ今に至るまで、うん、日本の,その半導体デバイス のマーケットシェアはずっと下がり続けていた、まあ、その中でどんどんその産業を離れていく人が多かったり、まあ、あのなかなか新しいその新卒の学生を雇用できなかったりという期間が長く続いてしまったと。 結果としてそれが現在の,その半導体人材の層の薄さという結果につながっているというふうに思いますただ、ですね今こういう形でその日本の政府がこれだけ半導体産業にコミットして、うん、この産業を育てるんだという意気込みをちゃんと見せてくれているということはあの新しくこの産業に来てくださる方々にとって、まあ、とても安心感を与えてくれるというふうに思うんですよね。うん、でまたたこれがあのただだ日本の中だけででやっていいるという話 って TSMC のような外資系の会社がですね、日本でしっかりとその生産拠点を持ってエコシステムを作ることに協力をしてくれたりとか、まあ、こういった動きがある中で、まあ、少なくともその、えー、人を雇用する産業としての強さというのが、うん、ま徐々にその力強さを取り戻しているのかなというふうに思ってます。ぜひ未来についてもっと詳しく教えていただきたいんですけど、今年 ５, 5月に行われた電子機器トータルソリューション展で。 経済産業省のデバイス半導体戦略室室長荻野洋平さんがこうおっしゃってます。国が支援しているプロジェクトの数も後工程の方が多く支援を始めたのも早い。 ということなんですけど、後工程って何なんですか？<laughs> まあ、お母さん教えてください。<laughs> 半導体の製造工程にはですね、前工程と呼ばれるものと、後工程と呼ばれる、こ、うん、あの、それぞれが存在します。前工程という工程はですね、シリコンチップの中に電子回路を、ま、書き込んでいく、うん、そういった工程になります。後工程はですね、その電子回路が書き込まれたシリコンチップを実際に、えー、ま、基板上で使えるようにするために。 例えば、えー、樹脂で周りを覆ったりですとか、うんえー、それがちゃんとその基板とつながるための、えーまあ、端子ですね金属の端子を取り付けたりとか、まあ、こういったあの実際にシリコンチップが実際の用途で使えるための処理それぞれ、えー、前工程後工程これ要求される能力プロセスかなり異なるものです。うん、ということはこれから日本でもこの半導体成長させるにはその前工代の 工程の強みも増なないとダメなんですかそうですねこれはあの両方とも必要というふうにあの考えていただければと思います前工程は前工程で回路の線幅を線の幅をどん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 細くしてそこの回路のサイズを大きくしていくというまあそういったイノベーションが進んできましたただですねこれあのこれだけでじゃあ半導体が実際使えるようになるかというとそんなに簡単な話ではなく後工程の方で 実際にその縮んだといいますか線の幅が細くなったシリコンを使えるようなその高度なパッケージというのを与えてあげる必要があるんですね。<う>でないとその線が細くなったシリコンチップというものはいろんな影響を受けます、えー、例えば周りからノイズを吸い込んでしまったりですとかあるいはあまりにも高度な処理のために非常に大きな熱を発してしまったりとかこういった問題が発生するんですね。それを制御するための 今度は後工程の技術というものが必要になりますこれがセットになって、えー、提供されないと半導体としては使えませんなるほどということはまあ我々何ナノメーターなのかその回路のホスさんにすぐ注目したんですけどそれだけじゃなくてその後工程でそれを支える技術もしくは生、えー、かす技術も絶対必要不可欠なんですねおっしゃる通りですね、うん、日本のその強み後工程の強みはこれからも 大丈実際にですね、えー、後工程に強みを持っている装置メーカーであったりあるいは我々のような材料メーカー、うん、あこういった企業は非常に多くありますで、えー、こういった企業はですねあの日本の半導体メーカーあるいは海外の半導体メーカーといろんなそのノウハウを共有しながら、えー、その技術を極めてきました、うん、それが、えーまあ、我々の遺産といいますか強みとなって、えー、残っています。 ただあの今後もです、ね、その技術、強みを鍛えていくための活動をしていかなければいずれそれは失われてしまいますので、えー、それをどう進めるかというのが今後重要になってきます半導体では日本が復権できるのか否かその鍵を握る後工程の材料という分野なんですけど世界一のシェアを誇るのが実は本日のゲスト真岡さんがいらっしゃるレゾナックさんの強み。 具体的にどういうところにあるんでしょうかはい、後工程の材料って一言に申しましても、うん、本当に多種多様な材料があるんですね、うん、で、それぞれの材料に求められている、えー、ま能力であったりとか技術というのは、うん、これも多種多様なものがありますその結果としてですね、えー、そのそれぞれの部材の中で企業間の競争があり、うん、結果さらにその結果として まあかなりそのマーケットシェアが分散する形で多くの会社がこの後工程材料という領域の中にいます。で弊社レゾナックはですねその中でもかなり多くの種類の材料の中でグローバルナンバーワングローバルナンバーツーのマーケットシェアを持っている製品を多数有しています。でこれだったらあのただ単にいや強い製品がいっぱいあるんですねっていうことになるんですけれども。 これによる強みというのがたくさんありまして一つがやはり純粋にその規模ががももたらすす強さというものがあります企業が大きいことによってこれはさまざまな投資が可能になるんですねただ単にその製品のための設備投資だけではなくて企業が強くなるために例えばそのデジタルトランスフォーメーションのためのアクティビティをやっていったりとかサステナビリティというものにどう対応するかとかこれもサイズがあるからこそ。 企業としてできる活動になりますもう一つがですねソリューションですね、うん、普通であればえいろんな企業がいろんな材料を提供していくようになりますとお客様としてはそれを一つ一つ買ってきてですね、うん、お客様のところで組み合わせて、うん、でこれがちゃんといい製品になるんだっけならないんだっけということを、うん、お客様のところで確かめていかなければならないところがですね我々のように多くの部材を我々で抱えている場合はそれを自分たちで組み合わせることができます。 自分たちで組み合わせてで実際にそれをもう使える状態にしてこんなんできますけどどうですか、うん、ということをですね、うん、あのお見せすることができます、うん、この活動をやっているのがですね、うん、あの弊社が新川崎に持っているパッケージングソリューションセンターという、うん、施設になります我々材料メーカーなんですけれども実際の,その半導体メーカーであ,りあったりとかあるいはその後工程専業メーカー組み立ての専業メーカーさんが持っているような えー、組み立てパッケージの生産ラインを実際に持っています。<お>でそこの中で え試作品をですね、我々の材料を使って組み立てることができます。で、そうなるとですね、まあ我々のお客様であったり、あるいはパートナー様であったり、まあそういった会社とですね、もうできたものをベースにこの材料でいいですかということをですね、直にその製品レベルで会話することができる。私もあのいろんな人をあそこに連れて行きましたけども、皆さん一様に驚いてくださるので、杉山さんにも来ていただいたことありますよね。私もあの見学させていただいてどうでしたか。 いやまさかその材料メーカーが半導体のその研究開発ラインすべてを持っているっていうことにすごい感動しまして、こういったことができる会社っていうのは魅力を増してどんどん人が集まってくる。で、やっぱ世界ナンバーワン、うん、ナンバーツーといった材料っていうところはどんどん増えていくるんじゃないかなというふうに思った次第です。うん、いややっぱりすごいですね。アルミメーカーがはい車を作ってみました乗ってみませんかみたいなもんですよね。はい、そこまでの製造ラインを素材メーカーが抱えるのは。 は画期的で言っていいですかね、はい、もう1つの取り組みがありまして、うん、弊社レゾナックとしては、まあ、多くの部材を持っているんですけどもこれ完璧ではないんですね。うん、まだあの我々が提供できない、えー、材料もありますし、うん、そもそも我々、装置は持っておりません製品として。<お>なので それをですね装置メーカーさんあるいは他の材料メーカーさんとですね企業の間で協力し合う、まあ、組合みたいなものですね、うん、これを組んで次世代のパッケージを我々で定義していきましょうそういった活動をやってますこれジョイント2と呼んでいるものなんですけれども、うん、これらがですね我々の後工程材料における、まあ、あのかなり稀有なといいますか強みであります。ななるるほどどね,ねやっっっぱりこのを引っ張ってる AI 革命なんですけど この AI と半導体の関係についてもぜひお伺いしたいと思うんですね。今年5月に台湾の市場調査会社、ト n ンドフォースが次のような予測を発表しました。近年の AI 需要の高まりを受け、AI サーバーの出荷台数が2023年、前年比38.4%も増えると、この飛躍的な増加を予測していますけど。 このように AI 需要が急速に呼ばれている中国も半導体加工のために大きな取り組みを始めておりまさに大変革気なんですけどこの動きは半導体産業において何をもたらすんでしょうか先ほど、えー、杉山さんのお話の中で 60兆円産業ですと今の半導体の市場規模ですねこれが2030年に100兆円にも上り,上りそうだと今のおよそ倍ぐらいのサイズですねになりそうだという予測がありましたけどもこれは何によって起こるのかというのはですね半導体業界の中でも多く議論されているんですがこの牽引役はですね AI です、うん、で AI って何っていうところなんですけれども、うん、これがですねあの昨今話題の生成 AI ですねチャット GPT というサービスがあの、はい、今非常に話題になっていて、まあ、私もあの個人的にいろいろ使ってるんですけれども今後もですねあの強い勢いで進展していくなぜならばこれはあの我々の生活を大きく変えてくれる企業の価値すらも変えてくれる、まあ、あのそれが言ってみればあのお金に変換されるわけですね。うん そういったあの、えー、製品でありあのサービスであるというふうに考えています。うん、だからこそ AI の処理をするための AI サーバーと、うんえー、言われるものが、えーまあ、非常にあの需要が多く、えー、急速に伸びていくというふうにそのサーバーはやっぱりサーバーの速さがその AI の質に直結するんですかおっしゃる通りですね質といいますかもう処理速度ですね。 AI サーバーと呼ばれているものの中で、うんえー、よく使われているものは GPU と呼ばれるプロセッサーなんですけれども。 これがですね非常にその高度な処理能力を要求される半導体になりますこの半導体はですねあのただその処理するところだけじゃなくってほか、うん、の,の複数の半導体の石ですね、うん、まあメモリーチップであったりあるいはその電源だったりとかでもさ、うん、まざまなものをいろいろ載せていることがあるんですけれどもあのそれだけ高度な処理能力を まあ掴どる半導体、うん、でここの中にですねまあ、あの先ほど、えー、紹介したようなそのレゾナックの、えー、後工程材料が、うんえー、しっかり使われているという形になります。なるほど。杉山さんこの AI はやっぱり半導体を引っ張るというか半導体が AI を育成 AI が半導体の需要を高めて半導体のデザインにも使われるかもしれないし、はい、この総合効果が期待できると思いません。 いやそう思いますね、まさに、うん、今までこうパソコン、スマートフォンっていうふうなものが牽引してきたところは、うん、次はやっぱり AI っていうものが市場を牽引して、1>, うん、1トリリオンを超えるような2030年というところに目指していくんではないかなと、うん、AI の需要が高い、そのサーバーの需要も高まっている、サーバーを作らなきゃいけない、それを支えるのは半導体、その半導体を支えるのはレゾナック、ちょっと明るくないですか、明るいですね明るいですよね。 では日本の半導体が海外に進出することにあたってレズナックはどのような政策を取ってるんですか AI が伸びていくというのはあの、まあ、いろんな人が認めているんですけれども、うん、では AI の半導体は誰が作るんでしょうかとでこれあのまだ市場は成長していますので。うん 今、その AI 向けの半導体を作っているところ設計しているところが、まあ、今後もずっとそのままでいるかどうかわからないなのでもう多くの人がです、ね、AI の半導体を作るぞということを、まあ、そこら中でやり始めているという形ですそ,でその中でやはりこういった活動がすごく活発に行われているのが、うん、シリコンバレーというふうに我々としては認識しています。うんうん でただです、ね、であの我々日本のメーカーでして先ほど申し上げたその我々の,その非常にユニークな施設であるパッケージングソリューションセンターも、まあ、新川崎という場所にありますので、うん、これをですねどうやってシリコンバレーの,そのリードユーザーと言われる人たちに分かっていただくかと、まあ、ここのところがチャレンジになるんででですねとということであのレゾナックではですね。 あの今度えアメリカの方でえこの日本にあるパッケージングソリューションセンターと同じ機能を持つえ施設をですね、うん、あの開設して実際にその現地のえーユーザーの皆さんえまあポテンシャルカスタマー,えーの皆さんえとえ協業をしていくまあこういったあの活動を開始し始ししめました、うん、どこの会社がどの AI 商品とかどんな半導体商品で筆頭するのか わかんない読みづらい中、それぞれの会社がお世話になる。レゾナックスさんはやっぱり明るいですね。はい、そう思いたいです。じゃあその中、これからの時代に持つビジョンはどうなってんですか。我々ですね、半導体という、まあ、非常に魅力的な市場、うん、まあここで、えー、まあ戦えるですね、あの多くの良い,い製品を持っておりまして。 さらに、えー、まあ、半導体のそのソリューションを提供するようなパッケージングソリューションセンターという活動もやらせていただいています。うん、まあ,あのこれだけの道具があればですね、うんえー、しっかりとその半導体市場の成長を捉えることもできると思いますし、まあ、結果として世界で十分戦っていけるというふうに思ってます。かつてはですね、えー、その日本の半導体って。 まあ、オワコンなんじゃないかみたいなことを言われる方もあの多くいらっしゃったかなというふうふに思いますけれどもあのそうではないということをです、ねえーまあ、レゾナックとして示せて,、えー、示せていけるといいなとそのように思っておりますじゃあ杉山さんにぜひ聞きたいんですけど、はい、半導体の復権、半導体の発展、はい、オワコンじゃないよというもう心強いコメントをいただきましたけど、はい、どうすればその復権発見ができるのか。やっぱりそうですね あの今の半導体業界のトレンド、流れをしっかりキャッチアップして、うん、それをちゃんと、えー、掴んで投資をしていくというところがやっぱり半導体投資ビジネスです。いかに、えー、トップラインの営業の数字を上げてでそれを投資に生かせるかというところで勝っていかなきゃいけないので、うん、その流れの一つとして先ほどから話題に上がっている AI、うん、これが一つのキーになっています。CPU GPU であったり G メモリーこういった複数のチップがワンパッケージで入っていくこれは業界でいうと今新しいトレンドになっていましてチップレッドっていうはいやっぱここが後工程の技術で特に重要で AI ではこれがなぜチップレッドの技術がなくしてものが作れないここに対して皆さん今海外の大手アメリカのインテルえ韓国のサムソン で台湾の TSMC、こういったところが発見争いをしているような状況です、うん、ここでやはり日本の強い素材メーカー、材料メーカー、うん、あとは装置メーカーですね、こういったところが、えー、しっかり流れを組んで、その後やはり今、復興に目指している半導体メーカーですね、<あ>日本政府の支援のもと、半導体も復興していくというところで、日本経済に対する、うんえー、大きなインパクトというのがさらに伸びていくんじゃないかなというふうに見てます。なるほどねでもその 政府からの支援金もありますし、あの勢いも増してきている中で、むしろ AI が生まれたてのこの時期に、そのチップレッドとか、今から求められている半導体をゼロから作るのもチャンスかもしれないですねおっしゃる通り、もう新しいメーカーがどんどんその市場に入っていける、先端だけが設計できるメーカーだけではなくて、うん、そういったところができるのが今の半導体の面白みだと思ってます。なるほどど本当に話終わりませんけど 残念ながら時間制限があります。今回お二人いかがでしたか、マオさん。いやあの非常に楽しかったです。うん、パック君がですねもう本当にこれだけ難しい話をですね。 あの瞬時に理解してくれて、あの本当に素晴らしいなというふうに思ってます、うん。こんなくもチップレッドですよ。<laughs> 杉山さんいかがでしたか。やっぱりこういった日本の強い材料メーカーがいかにしてこう強いポジションを築いているか、うん、先ほどの PSC パッケージングソリューションセンター、うん、ああいったものを作って、材料メーカーであっても半導体の製造ラインを持つようなそういったチャレンジをしているからこそ。うんうん ンにいるんだうことも私も改めて、えー、勉強させていただいたので<う>非常に今日は息を与えていただいてありがとうございます。ということで議論をしてみたところ日本のの半半導体産業の未来は半透明です<う>というのは以前この番組で半導体を取り上げたたは結構暗かったですよ今日はお二人の明るい表情明るい話そしてこの情熱を感じるとまだ明るいと。 言い切れないかもしれないですけど、光が見えてきてるなと思うんですよ。半透明です。はい、さっき話にあった通り、半導体にはこの安全保障上の重要性もあります。経済を引っ張るその大事な権威役の重要性もあります。AI 革命の中でその AI を支える重要性もありますから、できるならこの半透明を早く透明にしていただきたいなと、もう高速で透明化していただきたい。 透明高速です <laughs> はい今回はここまでです皆さんお忙しいところどうもありがとうございました最後までご覧くださってありがとうございますまたお会いしましょうさようなら